大正八年六月八日の朝より、三郎は、妻に作ってもらった握り飯と手下げの鐘を持って出かけました。そして、上野公園で手下げの鐘を鳴らして、人を集め、おい、そんなところに立っていないで、こっちへらいい。これから、いい話を聞かせてやるから。安心しろ、千は一分ももらわねえ。と言って人を集め、 面白く臨機応変に講演するようになりました。日蓮商人が辻説法を始めたのと似たような状態でした。石が飛んでくることはありませんでしたが、収入は皆無でした。三郎はやっていて楽しいから、小時期になっても構わないつもりでした。そのうち、東京の都心部で講演していたために、有名人の目に留まり、あちこちから、 講演の依頼が来るようになり面白い人生哲学を説,く説法師として名を知られるようになりました。これ以後約50年近く三郎は講演に次ぐ講演という説法三昧の生活を送りました。その一方で日本の政治中枢に人脈を持つようになり民間の経済的紛争の解決に奔走したり昭和11年に 陸軍の青年将校たちが起こした反乱・クーデターである2.26事件や昭和20年8月15日の終戦の日のクーデター未遂事件などの緊迫した政治的事件に少なからず関与していました。戦後は一転して政治的問題や社会的紛争には一切関与を持たず人間としてあるべき姿を説く説法者として過ごしました。いかに サブローこと中村天風の説法の要点について簡単にまとめてみます。天風が人生の悟りに至るための根本的修行として説いたのが安定だ諏訪でした。三郎は安定だ諏訪に関して次のように述べています。安定だ諏訪法とは私天風が一人で考案した天風式座禅法です。座禅とは一言で優しく言うと。 心境を払拭して、煩悩を下脱せしめ、悟りを開く。ということです。簡単に言えば、心の鏡についている、ちりや赤を拭き取って、心をきれいにするということなのです。心の鏡が汚れているから、つまり雑念妄念というものがあるから、人間の心には迷いが生まれるのです。ですから、 心の鏡についたちりや赤を取り除いて悟りを開こうというのが座禅なのですとにかく人間の心というものは放っておけばすぐ赤や埃がつくですからこれをきれいに取り除くように心がけないといけない座禅をもう少し難しく言うと座禅の目的は心を霊的境地という特別な境地に入れる修行 とということができますつまりいわゆる新人紬という状態つまり宇宙の根本主体と人間の生命が一つになりその結果宇宙の本体の持つ限りない英知が人間の心の中にすっと受け入れられるということになるのですこの宇宙の持つ限りない英知のことを仏教では般若と呼んでいますここで まずししっかかり理解しておなななければならないのは、本来人間というものはその本性において宇宙の根本主体と一体なのだということなのですこの普通神と呼ばれる宇宙の根本主体と自分が本性において一体であるからには神と呼ばれる宇宙の根本主体の持つところの英知というものと人間とは当然つながりを持っている。 ここれは当たり前のことでしょう。ちょうど電灯と発電所の発電機がつながりを持っているのと同じですね。電灯はスイッチをひねると明かりがつきますね。人間もこれと同じで神と人間をつなげるスイッチをただ単に押せばいいのです。そうすれば神と呼ばれている宇宙本体の中にある無限の英知が我々の生命の中にすっと流れ込みんできる。 自然というものはそのように作られているのです。次にどうしたらそのスイッチを押すことになるのかが私が最も苦労したところなのです。それは心をトランスの状態すなわち無念無想の状態にすることなのです。無念無想とは一般に大変難しいことのように思われていますがそうではなくわかりやすく言うと。 心が肉体を思わず、肉体が心を思わない。心の状態を言うのです。心が肉体を思わず、また、心の動きそのものも思わないと、心は、即座に霊的境地に入れるのです。この霊的境地は、特別のところに存在しているものではないのです。我々の周囲にくまなく変満存在しているのです。ただ、 我々人間の心の中に煩悩や雑念や妄念があるとこっちの生命の中に入ってきてくれないだけなのですそれでは目をつむってある程度姿勢を正しなさいいいですかでも安定だ座というのは座禅を組んで行儀よく座るという座り方をしなくても構いませんとりあえず座禅の形で練習するといいのですがしまいには どんな時にでも安定だ諏訪の心になれるようにしなければならないこれからある音を聞かせますからいいですかブーブーこのブザーの音を無邪気にただ聞いていてください目をつむって聞いていると目からの誘惑はないからいいがほかことを考えないようにしてください全身を耳にして音を聞いてくださいところがこの音がパッと耐えると どうなるかその瞬間を味わってごらんなさい。どうですかこの静かな世界、無音の境地。この音が絶えた瞬間、心が心の動きを思わず、心が我が肉体を思わぬ、絶対かつ無性の境界に、ふっと心は入っている。これが無念無想と呼ばれる境界なのです。こういう状態に置かれると、ずっと。 宇宙本体の生命の中へ自然と人間の生命が引き込まれるように入ってしまうあるいは飛び込んでいくと言っていい状態になるこのような境地はほんの一瞬で終わってしまう人もいるかもしれませんそれでも繰り返し繰り返し行っていると少しずつ長くこのような境地に比較的長く止まれるようになります音は ブザーでなくても、仏壇の前に置いてある小をチーンと叩いて、音が消える瞬間を味わってもかまいません。そうなれば、閉めたものだ。そうなれば、どんな場合でも、心を自在に置き換えられるようになる。こうなれば、立派に、いわゆるできた人間ということになる。このような心境の時は、季節して、宇宙全体と人間の生命とが、 ピタッと完全に結び合わされるので心も体もより完全に近くなるのは当然のことです。ですから今後何か非常に明暗工夫を必要とする時とかあるいは心に迷いが生じた時とか病魔に襲われた時とか運命的によからぬ事態に遭遇した時とか人生にはいいにつけ悪いにつけいろいろな出来事が起こります。 このような時に、ポンプボン族の人間は、すぐ、雑念忘年の虜になる。そうすると、もう、事態は、極めて惨めな状態になってしまう。だから、そういう時こそ、心を、すっと無念無双にしてやれば、治る病気なら治るし、運命的な不幸な出来事でも、なんとか打開できるのですから。例えてみれば、打ち込んでくる敵の太刀を、 さっと軽くかわすようなものだどうですこういう簡単明瞭な方法で生命を襲う敵とも言うべき病や不運というものから身を守れるのですから